下宇佐とよ里駅は、千葉県長子市、笹本町にある、東日本旅客鉄道成田線の駅である。古泉橋から見た、ホーム、奥が、成田、千葉方面相対式ホーム2面に線を有する、地上駅。ホームはかさ上げされていない。南側の2番線ホームの南側に接して駅舎があり、2つのホームは、CE 芝方の古泉橋で結ばれている。 北側のホームの古線橋を降りたところにも出口があり、こちらからも出入りできる。北側のホームには小さな待合所が建てられている。かつては木造平屋建ての駅舎で待合所部分のみが使われていた。待合所内部には出札窓口や小荷物用の窓口も残るが、いずれも使用されていなかった。出札窓口の前には乗車駅証明書発行機が置かれていた。 1985年から、調子駅管理の無人駅となっている。現在は、鉄骨平屋建ての駅舎に建て替えられ、向かって右側がガラス張りの待合室で、左側がトイレとなっている。トイレは水洗の洋式便器で、男子用は駅前通り側、女子用はホーム側にある。駅舎入口付近には、乗車駅証明書発行機、簡易水下改札機が設置されている。 2006年度の1日平均乗車人員は171人である。千葉県統計年間によると近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。駅で入り口は南西側に位置し、駅の北側を国道356号が走っている。500メートルほど北へ行くと利根川に突き当たる。駅より南西1キロメートルほどのところには、豊里とニュータウンがある。 出店、ありがとうございます。